のイベントで提供する47都道府県の地元ビアボールの中からお三方にゆかりのある2種類の地元ビアボールをご用意します。それぞれ何の素材が使われているのかを香りと色のみで当てていただきますよ。香りと色、このクイズで活躍した方には豪華プレゼントもご用意しておりますので皆さん頑張ってください。はい、では早速参りましょう。第1問、地元ビアボールはダイアンお二人のもはや地元と言っても過言ではない、はい、大阪地元ビアボールです。それで先ほどメニューがハテナになってたんですね。確かに。はい、さあ津田さん、ゆうすけさん、大阪愛が試される問題となりますが、自信のほどはいかがでしょうか。間違いないですよ、絶対当てますよ。めちゃくちゃあります、大阪大好き。じゃあ自信たっぷりということで、ご用意お願いします。さあ出てまいりました。何これ、すごいなんか綺麗な色じゃないですか。何これ、はい、こちらが大阪地元ビアボール。色と香りのみで当てていただきますよ。色と香り、香り、香りのヒント、ありがとうございます。香り いかがですか、黒島さん、どんな感じがされますか。わかんないです、あ、でも香りバナナ、でも色は見るところ、確かにね、バナナの香り、色は綺麗、なんだろう、これ変なこと書いたら後で怒られるパターンですよね。ちゃんとやります。ではフリップにお書きください、オッケー、どうぞ。これの飲んでもいいんですか。香りと香り色のみで当てていただきたいです。結構色がヒントかなという感じではあるんですが、皆さんお書きいただきましたら一斉にお分けいただきますね。なんかかなりダイアンの2人考えられました。あ、筆が進んでおります。今2人同時に書いていただいておりますよ。ではゆうすけさんも書いていただきましたか。結構しっかりと書き込んでいらっしゃいますけれども。書いた、書きました、どうでしょう。はい、ゆうすけさんなんか今消してますね。考え直しをされたようです。真剣に考えてくださってますね。僕は色だけ、もう匂い嗅いでないんですよ。あ、もう色で、色だけでいきました。色だけで、はい、すごい。では、はい、一斉にお分けいただきましょう。どうぞ。せーの、ダン、はい、では、お、バナナ、なん、道頓堀川、たこ焼きの生地、あ、たこ焼きの、あの白い生地を大阪ならではということですね。はい、割ってるじゃないかなって、はい、大阪といえばやっぱりたこ焼きなんで。そうですよね。はい、はい、ではそれぞれ答えを出していただきましたが、また変なん出してるよ。正解発表します。正解は大阪ミックスジュースビアボールでした。ミックスジュースということで、黒島さん惜しかったですね。バナナも入ってるってことですね。じゃあ入ってますね。入ってますわ。確かにバナナの色ですね。はい、ちょっと桃っぽい味も匂いする。さあでは津田さん、実際にちょっとあのご試飲いただき、お味を確かめください。ただいま大阪の味ですわ。あ、感じますか。ミックスジュース、もうミックスジュース、うんうんうん、美味しい。ビアボールと合わさってますが、そのあたりはどうでしょう。めちゃくちゃ合ってますわ。これはもう懐かしのミックスジュースの味ですわ。はい、美味しい。これそうなんですよ、こちら大阪ミックスジュースビアボールが正解でした。いや残念、残念でしたね。でもまだ問題ありますからね。まだありますか。続いてまいりましょう。じゃあ第2問の地元ビアボールは黒島さんの地元、沖縄地元ビアボールでーす、黒島さん、昨年の朝ドラでもね、はい、撮影されてましたけど、沖縄には帰られてますか。最近ちょこちょこ帰ったりはしてるんですけど、なかなかゆっくりできないので、今日ちょっと沖縄の味を楽しみに来ました。いいですね。今日はちょっと少しでも地元を感じていただけたら嬉しいです、はい、ではご用意お願いします。なんやろう、沖縄にこんな色あったっけ。綺麗、綺麗ですね。私は想像がついてきました、ね、マジですか。え、怖かったんですか、はい、色だけで、色で、早い。やはり沖縄ならではという感じですよね。そうかもしれないですね。早い。もう黒島さん、すでに色だけでピンときてらっしゃるということですが、こちらも香りと色のみで正解を書いていただきます。私も分かった。はい、これちょっと難しいな。早速フリップにお書きください。お願いいたします。
さあ黒島さんはもう早かったですね、書いていただくのがね。では一斉にオープンしてください、どうぞ。あ、まだこれから、ごめんなさい、失礼しました。はい、今ゆうすけさんしっかりと書いていただいております。はい、はい、ではお願いいたします。せーの、ドン。はい、ということで、では黒島さんから発表していただきましょう。はい、私この地元ビアボールはアセロラ、アセロラだと思います。はい、津田さんは。僕はあのグスケン味。沖縄ですからね、ご出身で。どう味にすんねん。具志堅さんが初防衛した時の味。いや、だいぶ前のやつや。具志堅さん、元気か。ゆうすけさん。はい、マックスさんの汗。やっぱり沖縄出身の方が出てこられるわけですね。確かに、いい匂いしそうやからな。いい匂い。アセロラなんや。アセロラなんですね。沖縄でアセロラってあるんですか？あります、もちろんですよ。アセロラ美味しいですよ、とっても。でもなかなかあの沖縄で食べるのが新鮮で美味しい果物なので、なかなか東京で果物自体は出回ってない。沖縄ではアセロラがなってるんですか？なってます。うちのじいちゃんとおばあちゃんの畑にあって。食べてたんですか？はい、食べてました。どうやって食べてたんですか？取ってそのまま食べて。そのまま？はい、それでいけるんですね。はい、すごい美味しいです。いいな。ということで桜もみたいに、はい、見事正解です、はい、沖縄アセロラビアボール正解ということで、黒島さんお見事でした。すごい、具志堅味やと思ったんやけど。やはりおじい様とおばあ様が作ってらっしゃるということで、はい、めちゃくちゃ美味しい。見事当てていただきました、沖縄アセロラビアボールが正解でした。美味しいですね。美味しい。ほんまにアセロラじゃ。飲んじゃった。どうですか、ちょっとあのぜひですね、お願いがありまして。何ですか？あの沖縄の方言で感想をいただきたいんですが。いいですね。では沖縄アセロラビアボール、お味はいかがでしょうか？デジマさんです。あー、デイジマさんいただきました。デイジマさんです。どういった、誰ですかそれ？デイジマさん。デイジマさん。違う違う違う。デイジは、はい、とっても、とってもマーさんは美味しいって言います。マーさんっていうね、美味しいの、はい、デイジマさん、デイジマさん、とっても美味しいというふうにね、いや素敵な方言ですね。いただきました、黒島さんのお墨付きをね、はい、いただきました、はい、どうもありがとうございます。お願いします。部屋手の皆様よろしいでしょうか？ありがとうございます。そうしましたら向かって右手の方に目線をお願いいたします。店の方よろしいでしょうか？はい、最後の中央でお願いいたします。